ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国経済のさらなる崩壊についてお話ししていきたいと思います。中国の GDP のおよそ3割を占める不動産関連の市場がバブル崩壊を起こしたことによって、中国経済は大きな混乱を起こしているわけですが、習近平国家主席はこの混乱を鎮めるために大忙しです。中国という国は皆さんご存知の通り、中国共産党が一党独裁状態にあるわけです。だから国民の不満が高まろうと、独裁国家としては関係がないようにも思えますが、実はその逆なんですね。日本であれば政権に対する国民の不満が高まれば政権交代することとなり、新たな与党の下で日本という国の中でまとまりますが、中国では中国共産党の支持が完全に崩壊すれば、それはそのまま国の崩壊につながるわけです。つまり習近平国家主席は国民からの求心力を失うことが何より怖いんですね。ゼロコロナ政策を撤回した時もそうでした。中国共産党は常に国民の目を気にしていまして、求心力を維持するために常に情報操作を徹底しています。とはいえ、中国の内情は極めて見えにくく、偽りの情報をどんどん公式のものとして発表するので、面倒極まりないところではあるんですが、それでももはや中国の低迷は隠しきれないところまで来てしまっているんですね。そのような背景において、中国は9月29日の中秋節と10月1日の建国記念日である国慶節を合わせた8連休を迎えました。中国中央テレビをはじめとしたメディアは連日、鉄道旅客が1日2000万人突破だとか、ホテルの宿泊状況はコロナ禍前の2019年の5倍など、中国経済が V 字回復を果たしていることを強調してきているんですね。確かに鉄道も空港も人だかりで溢れていますし、高速道路は大渋滞となっています。まあ、これは毎年のことではありますが、こうした中国の経済 V 字回復というのは、はっきり言ってしまえばこれも中国のお得意の情報操作なわけですね。果たして中国の真の姿とはどのようなものなのか見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。大手国有企業の中堅幹部が匿名を条件にインタビューに答えていまして、彼が言うには、ここ数年で給料は3割カットされ、以前は充実していた福利厚生も消えたということです。特に今年は生活に困窮しており、中秋節に慣例として買う月餅を買う気にもならなかったと話しているんですね。そんな8連休の中で逆に増えたものがあるそうで、これが少し笑えるような話なんですが、代わりに増えたのが習近平思想の学習だそうです。8連休といえども毎日自宅学習を強いられたそうです。なぜなら、中国政府が習近平国家主席の思想を学ぶことを共産党員に強制しているからなんですね。分厚い本を開いて、なんとも退屈な文章を手書きで書き写しているそうです。何かの拷問でしょうか。さらに今年の夏に北京の大学を卒業した青年も暗い表情でこう漏らしているようです。国慶節の7連休が今年は政府のプレゼントで8連休とか言われても、正直言ってピンとこないですね。だって私を含めて多くが卒業後に就職先がなくて卒業即失業となったんですから、つまり365連休中なんです。笑えなさすぎる話ですね。中国では16歳から24歳の若年層に当たる失業率は6月に過去最高の 21.3% を記録していました。1158万人もの大学生が卒業した7月はついに 50% を超えるとも囁かれていたんですが、結局国家統計局は若年層の失業率は公表しないと決定し、逃げの一手を打ったわけですね。国内外に対して8
の上塗りをしたくないということです。ちなみに北京大学の張丹丹副教授によると、寝そべり族と呼ばれる就職意欲のない人たちなどをデータに反映させると失業率は 50% 近くなると発表していますね。ちなみにこの時中国が国民に対してガス抜きになるよう、中国文化観光部は8連休中に友好国への旅行を奨励。友好国というと日本は入っていないわけでして、なんなら福島第一原発の処理水海洋放出を受けて日本は敵対国筆頭のような扱いとしていましたが、皮肉なことに日本への旅行が大人気となっています。9月26日に発表された2023年10月1日連休出国予測報告によれば、人気旅行先のトップ5は日本、タイ、韓国、マレーシア、シンガポールの順となっていまして、行ってはいけない日本が堂々と1位につけており、実際にたくさんの中国人の方が来日されたということは先日当チャンネルでも動画にさせていただきました。そして中国政府がアピールする経済の V 字回復ですが、これもそのような傾向は極めて薄いものです。今も中国は3年にも及んだゼロコロナ政策の後遺症に悩まされているわけですね。例えば7月までの全国工業企業利益は前年同月比マイナス 15.5% となっていまして、特に民営企業が著しく落ち込んでいるんです。また8月の CPI 消費者物価指数は前年同月比プラス 0.1% となっています。前月のマイナス 0.3% から持ち直したものの、依然としてデフレ傾向となっているんですね。8月の新築住宅価格指数は70都市中52都市で前月より下落し、各地に未完成マンションの基上が増加しており、ゴーストタウンが出現していっています。7月の不動産販売面積も前月比マイナス 46%、 東京23区の面積以上が売れ残りの在庫と化しています。そして何より決定的にまずいのが8月の貿易額、前年同月比マイナス 8.2% という数値です。輸出マイナス 8.8%、 輸入マイナス 7.3% で、世界的な中国離れが鮮明になってきているんですね。中国の大手証券会社アナリストが語るには、政府は V 字回復を喧伝しているものの、実際には悪化したままの L 字、もしくは悪化し続ける I 字になるということです。現在の経済の様相はバブル経済崩壊後の日本と完全に一致しているわけですね。この不動産バブル崩壊が金融業界に波及し、地方銀行が倒れ始めていくということです。中国共産党も有効な対策を打ちようがないのが現実です。観測するにあたり、株価と為替、貿易の指標が重要となってきます。これらは中国の粉飾がささやかれる公式統計の中でも比較的嘘をつけないものだからです。中国経済の崩壊はすでに始まっており、今後さらに加速していくことは確定的なわけですが、ここから果たしてどのような動きを見せていくのか、引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、本チャンネルのコメント返信、日本のすごい観光地巡りなどしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。